てほしいの。私たちは今後どうなるの？あんたはどう考えてんの？ここまで大事になったってことはただでは済まないと思ってる。最悪、殺されるとも考えてるわ。ただでは済まないってところまでは正解。未遂ならまだいいけど、もし門を開けた場合、この幻想郷に出ることすらも許されないと思うわ。殺したりは？ない、あんたたちを生かすために私たちが戦ってるの。殺すのが目的なら苦労しないわ。そう、ならみんな無事は保証されるんだね。ええ、それで次私が質問する番。あんたは封印石を持ってないと言ってたけど誰が持ってるの？わかりません。は、降参すると言っても情報は出さないつもりなのね。違うわ、本当に知らないの。私たちの仲間に知識や記憶を改ざんする能力者がいます。その子の能力で私たちは誰に持たせたか、持ってる本人以外わからないようにしたんです。こうした理由は、今の私の現状を見越して情報漏洩を抑えるため、だから他に倒された魔女も持っていなければわかりません。そしてもう一つの理由は。精錬船到着、精錬船到着。崩壊に降りる方はお忘れ物がなきようお願いします。やられた。あんた、最後くらいあがかさせてもらうわ。この魔法陣はお互いの動きを止める魔法。私も動けないけどあなたも動けないわ。あんた、わかってんの。扉が開いたらただじゃ。扉なんてどうでもいい。残った三人が無事に逃げれるなら。そ、こんなところで足止めを。お願い。無事に逃げ切って。着いたな。ああ、結構まがまがしい場所だな。天国の言う通り、船内で戦闘しなくてよかったな。じゃなかったらあの聖っていうやつに足止め食らってた。まあ、できることなら船内で全員捕まえたかったんだけどな。ああ、だからチャンスは一度、この船内から出たすぐだ。出る場所は同じ、なら先に出てしまえば出てきたところを狙える。人気連時代を思い出すな、当時。やめろ、なんか悪いことしてる気分になる。デスケイとプリーが無事でよかったわ、特に何もなかった。うん、でも3人いないなの。やられちゃったです。うん、でもまだ封印石は取られてない、だから大丈夫だよ。誰が持ってるなの？うん、私が全部持ってる。初めから狙われた時はさすがに焦ったけどね。ならパラは先に行ってお師匠様のところに行くです。パラが行かないとここまで来た意味がないの。二人は大丈夫、相手は強いよ。私たち二人がいれば誰にも負けないです。私たちは最強の双子なの。確かに必要の魔女の中で能力と恩恵だけならこの二人が一番強い。わかった、じゃあ、二人にお願いしようかな。でも、危なくなったら逃げるんだよ。私より自分の命が大事。わかった。了解です。それじゃあ、二人にお願いがあるんだけど。月の魔法、ライトグラビティ。プリー、敵さんは見えるです。うん、ちゃんと見えるの。それじゃあ敵さんが集まったタイミングで狙うの。よろしくなのです。血の魔法、ボルケーノメテオ。撤収だ。熱分解。全部分解できなかったか。あなたたち、今すぐここから抜けなさい。煉獄様は？大丈夫だ、煉獄は次かなり強い。これくらいやけどもうはねえよ。そういうこと、急いで。任せた。煉獄、船内の奴らを頼む。カノイもオオカも急いで。こっちは任せておいて。ヨザクラを頼んだわよ。はい。私も通らせてもらうわよ。パチリ。構わないが、一つ教えて。あなたは私たちの味方。そうね、私はあの子たちをどうにかして救いたいと思ってる。でも安心して、それは敵対じゃない、魔女見習いたちへの教えのためよ。なるほど、お互い才能ある子をほっとけないわけだ。あの子たちをお願いします。それはどっち？両方ですよ。仕方ないわね。引き受けたわ。さて、止めるか。どこから襲撃を受けた？上よ。あの子たちだね。あの特徴、ジャネーマルの言っていた特徴と同じだ。歩兵と逃走、守備と攻撃ができない魔女。どうする？4人で一気にか。いや、ここで足止めをしているということはこの先に封印石を持った奴がいる。そいつを追ってくれ。封印石を持っているのはタラちゃん。それじゃあここはお前たちに任せるぞ。ああ、任せろ。行くぞ、カムイ。先越されてるぞ。わかったわ。これ以上先には絶対に行かせないです。これ以上邪魔させないの。まずい、こいつらの恩恵は考えてもアウトだ。どうにかしないと恩恵に。何です？びっくりしたの。今よ、意識を道のりに集中して。ああ、行くぜ、カムイ。いたぶり。押すなんてひどいなの。うまく三つ影たちは逃げ切れたみたいだな。ふふん、あれくらいの攻撃で私の守護戦火を突破できると思わないでよね。
残念、さっきのは割と自信作だったんだけどな。効果から情報は聞いてる。この恩恵の抜け道は相手を意識しないこと、少しでも相手を狙えばアウトだ。けど驚いた、あいつら戦闘力が驚くほど低い。隕石戦とか身体能力は全然ってことだ。問題は恩恵と魔法と能力、これらをオウカと戦いながら乗り越える。さあ、オウカ、俺と勝負だ。遠慮はいらねえ。お前程度じゃできないと思うが、俺を倒してみろ。あらら、強気だね。一度も私の守護戦果を超えたことないくせに。いいよ、そろそろ決着つけようよ。どっちが強いか。負けた方は一週間鍵を全部やる。そりゃあ負けらんねえわ。勝負。うわぁ、キバぁ、キジリ様ぁ、キバぁ。ミラサ、落ち着いて、スプリンクラーってやつを作動させるのよ。スプリングの使い方なんて知りませんよ。なら火を消す機械とかないのですか。あっても使えないんですよ。だからあれほど設備機能は把握しておいてと言っておいたのに。だって初日から火災が発生するなんて思わないじゃないですか。何か手伝おうか。応援くらいならできるよ。応援するくらいなら火消しぜー。水どこ、どこに避難したらいいの。ダメだ、この船沈んだら帰れなくなっちゃう。ちょっと、倒れてないで火消し手伝って、もう回復してるから動けるでしょ。プリン、やりすぎ。あの子は後先を考えないんだから。返事は、はい。プリンは後から説教だわ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか。ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。